はい、次にいただいた質問は、サイレートがステロイドの原料、あと不育症、あと排卵誘発などに効果があるのはなぜですかと。これ実際わかんないんです、まだ。ただ、使うとちょっとご利益が多いっていうことは多くの漢方を好きな先生は知ってるんですね。で、実際にサイレートを使ってステロイドのいろんなものが変化するというのは、動物レベルではあります。ラットとかマウスとか実験はね。ただ人間レベルではないんです。で、むしろ僕はね、その方が漢方を使いやすいんです。漢方は例えば女性の三大漢方薬ね、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、上生葉酸、これどれもホルモン用作用ありませんね。だってホルモン的な骨格ないですから。ところがやっぱり不妊の方にこういう漢方薬を出す、または月経不順の方に出すと、確かに月経周期が飲むと変化して、またそれをやめると元に戻るんですね。だから絶対何か起こしてるんです。でもその何かの起こし方がいわゆる西洋剤のようにダイレクトにホルモン作用を持ってないんですね。だから使いやすいんです。それこそ、乳腺の化学療法の人にね、結構、抗ホルモン剤を処方すると自律神経失調っぽくなるんです、更年期障害っぽく。そんな時に上生葉酸効果があるんですね。この上生葉酸に直接的なホルモン用作用があると言ったら、もう乳がんには使えなくなります。漢方の一番の魅力はその現代医学的レベルの直接的なホルモン用作用はないんです。でも長い目で見ると確かに何か効いてるんですね。ですから、腎臓の病気でプレドニンたくさん飲んでる方がね、確かに漢方薬、特に僕はサイレートが多いです。サイレートを出すと減量の、進み具合が早くなったり再燃が減るんです。そして多くの患者さんはステロイドがゼロになっても、しばらくの間ね、本当に長い間サイレートを飲んでます。また飲みたくないからね、ステロイドで。不育症でも不育症の専門の先生はサイレートを併用することもありますね。不妊症でも使うことがあります。ですからこういう領域になると明らかなエビデンスはない、でもいいんだっていう領域はね、その道の専門家が使ってみて体感するしかないんです。正直言って漢方医がいくら言っても論外です。で、漢方医は今の医療を知りませんから、漢方だけの人はね。だからぜひ、専門の先生が漢方を併用して、やっぱり意味がある、ね、意味がない、ちょっとはいい、ね、ほとんど害がないなら使ってみよう、いろんな立ち位置でいいですから漢方の魅力を伝えてもらいたいと思っています。ということで、サイレートがなぜステロイドの原料やそれこそ不育症やあといろんな不妊の状態に有効かは、分かっていないんです。で、明らかなことはダイレクトのホルモン用作用はありません。ただ多くの西洋医で専門的な先生が結構いいよと言っていることは間違いないんですね。ですからぜひ専門な先生方は漢方も使って実体験をしてみてください。はい、以上です。